このペアレンティングアワードは日本の父親や母親たちが子育てをより自信を持って楽しむために各雑誌編集部が出版社の垣根を越えて集結しまして、今年トレンドとなった育児関連の人、物、ことをノミネート、そして投票の上で各カテゴリーごとの受賞を決定し表彰するアワードでございます。まずは第9回ペアレンティングアワードこと部門の発表です。さいたま市祖父母手帳です。祖父母や親たちのさまざまな愛情に包まれ、子どもたちに健やかに成長してほしいという思いから生まれたさいたま市祖父母手帳。子育て世代だけでなく祖父母世代にも育児に関わってもらい、地域における子育ての担い手として活躍していただくことを期待し作成されました。おめでとうございます。それでは続きまして、こと部門子育て支援パスポート事業の全国共通展開につきましてご紹介をさせていただきます。協賛店舗で粉ミルクのお湯の提供などの外出サポートや各種割引、優待サービスなどが受けられる子育て支援パスポート事業、もともとは都道府県ごとでしたが、内閣府の呼びかけにより今年4月から全国共通展開となりました。おめでとうございます。続きまして、こと部門富士フイルムイヤーアルバムにつきましてご紹介をさせていただきます。撮影した写真の期間と画像の保存先、作成したいアルバムのページ数、サイズを選ぶだけでたくさんの撮りためた写真から自動で良い写真をセレクトしてレイアウトまでしてくれるフォトブックサービスです。おめでとうございます。続きまして、こと部門プレママプレパパセミナーにつきましてご紹介いたしましょう。ミキハウス社内認定資格、子育てキャリアアドバイザーによる肌着の着せ方、おむつ替え、沐浴などが体験できる大人気のセミナーです。開始2014年からすでに4000名以上のプレママプレパパが参加しています。来年からは上海など海外での開催も予定されています。おめでとうございました。続きましては、こと部門最後のご紹介、子ども食堂です。子ども食堂は経済的な理由などから満足な食事をとれない子どもに温かい食事を提供するボランティア活動です。子どもの貧困が新聞やニュースで多く取り上げられる中、子ども食堂の活動は社会運動のトレンドになりました。本業を持ちながらのボランティア活動になるため、本日子ども食堂ネットワーク事業局の皆様は欠席となります。モノ部門の発表です。コールマンジャパンタフドームテントです。ファミリーキャンプのベストセラーテントとして数あるテントの中でも圧倒的な人気を誇るタフドームシリーズ。天井が高い室内は圧迫感がなく、大人でも立って着替えができるほど広々。2016年ロングライフデザイン賞を受賞されています。おめでとうございます。続きましては、コピーアフタースクールプラス代官山です。今年3月に代官山に開校した能動的学習アクティブラーニングを実践する学童保育です。思考力、コミュニケーション力、想像力など21世紀型スキルを育む小学校低学年向けプログラムや学習環境、生活環境が話題を呼んでいらっしゃいます。おめでとうございます。続いては、星型フリースアフガンスターラップです。英国の高級フリース素材でできた柔らかな肌触りのハンドメイドラップ、繰り返し洗濯することが可能で、赤ちゃんが着ると星の形になることから星型アフガンと呼ばれていらっしゃいます。おめでとうございます。
続きましては積水デザインワークスファーモ S です。収納の機能性を兼ね備えた動く収納家具、子供が小さいうちはリビングを広く使って遊ばせ、個室が必要になったら部屋を仕切って子供部屋に、模様替え感覚で間取りを変えられることが特徴です。おめでとうございます。続いては高田チャイルドガード 1.0 です。自動車先進国であるドイツと日本で共同開発した回転機能付きアイソフィックスチャイルドシート、安全性、快適性、乗せやすさを追求した高田チャイルドガード 1.0 の高い機能性とデザイン性は今年度のキッズデザイン賞やグッドデザイン賞でも高く評価されていらっしゃいます。おめでとうございます。続きましてはエルゴベビーベビーキャリアアダプトです。ウエストベルトと肩ストラップが赤ちゃんの重さをバランスよく分散し、長時間の使用でも疲れにくく快適な抱っこ紐として高い支持を得ているエルゴベビーから新生児から体重20キロまで成長に合わせて形を変えられる画期的な抱っこ紐が誕生いたしました。おめでとうございます。続いてはテクセルジャパンクリップモンスターです。ベビーカーや靴などに取り付けるクリップ式の虫除けアイテム、テクセルジャパンクリップモンスターは虫が苦手な香りが内包されており、その持続時間はおよそ3ヶ月、来年はママをターゲットとした商品も発売されるそうです。おめでとうございます。続きましては東急ホームズミルクリークです。リビング、キッチン、廊下などの間仕切りがないミルクリークのオープンプランニング、あえて間仕切りを設けないことで家族と自然とコミュニケーションが取れる構造は、住まいで一番大切な家族の結びつきを考慮されていらっしゃいます。おめでとうございます。続いて富士フイルムスマホでチェキインスタックスシェア SP2 です。専用アプリを使ってスマホの画像データを無線 LAN でスマホでチェキに送信いたしますと、その場ですぐにお気に入りの写真がプリントできるミニプリンターです。テキストが入れられるテンプレートや撮影した場所や時間が自動的に入るテンプレートなど、バリエーションが大変豊富でいらっしゃいます。おめでとうございます。日頃子育てで時間が少ないので、パパッとできるのがきっとお子さんの成長をとどめておく方法なのかもしれません。続きましてはベビービョルンベビーキャリア1プラスエアです。スウェーデン発のベビービョルンから数多くのテストを経て完成した日本人の体型に合わせて設計された新製品です。付属品なしで首座り前の赤ちゃんを正しい姿勢で抱っこすることができます。おめでとうございます。第9回ペアレンティングアワード一部門の授賞式を行ってまいりたいと思います。カップル部門受賞者は鈴木治さん、大島美幸さんです。日本の放送作家鈴木治さん、そしてトリオ森さん中の一員として活躍中の大島美幸さん、お二人は2002年に交際0日でご結婚され、2014年に大島さんが妊活休業を取り、2015年6月に無事男の子を出産、鈴木さんはその後育休ならぬ父の勉強と変えて父弁のために1年間放送作家のお仕事を休業されていらっしゃいます。今年7月より完全復帰し、現在は夫婦で協力して子育てをされていらっしゃいます。おめでとうございます。この度はこのような賞をいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。大変、光栄に嬉しく思っております。一応確認しますが、本当に夫婦よく顔が似ていると言われるので、僕が夫でこっちが妻でございます、はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。
はい、このような素敵な賞をいただき本当に嬉しく思います。子育てはきっと子育ては皆さん大変だと思うんですけども、苦しい顔をするより笑顔の方がいいかなと思って日々やっております。嬉しい賞ありがとうございます。今後とも頑張っていきましょう。頑張っていきましょう頑張って皆さん頑張ってますよ。頑張っていきます。ありがとうございます。パパ部門受賞者は中田敦彦さんです。相方藤森慎吾さんとオリエンタルラジオを結成しリズムネタでブレイク。2016年はパーフェクトヒューマンが大ヒット。そして2011年に福田萌さんと結婚され2013年に第一子となる長女が誕生しています。福田さんは現在妊娠中、2017年には2児のパパになられるそうです。おめでとうございます。今日これをいただけたというのは、僕にというよりは、僕を支えてくれた、妻がいただいたというふうに感じて今すごく妻に感謝しているところです。今年は非常にですね、自分としても、激動の1年でして、いろんな人にですね、支えられながら激しい、1年を過ごしたなと自分は思ってるんですけれども、そのおかげで常にですね、妻はもう来月末にも出産する予定なんですけれども、その妊娠中の身でありながらですね、僕のことを献身的に支えてくれていて、本当にパーフェクトなのはうちの妻だなと思いながら、今日これを妻にですね、笑顔で持って帰りたいなと思っております。こんな素敵な賞をいただけて本当に嬉しいです。今日はありがとうございました。もうお一方のパパ受賞者は鶴野武さんです。2008年の第1回ペアレンティングアワードではパパ部門を受賞。今年は2度目のペアレンティングアワード受賞になります。今年の6月第5子が誕生することを機に1ヶ月の間育児休業を取得し、理想のパパとして話題になりました。鶴野武と申します。思い返せば本当に先ほど話もありましたけども、第1回目のペアレンティングアワードも受賞させていただいたんですけども、それからもう8年が経ちまして、つい先日ですね、私事ですけども第5子が誕生いたしまして、ますますありがとうございます。賑やかな家庭になっております。本当にこのようなですね、賞をいただけるのも、こうやっていつも僕仕事をしている中、お家で家のことを守ってくれている妻のおかげだと思ってますんで、奥さんに改めて感謝したいと思います。本当にいろいろこう思い返せば、もう子供ができるためにいろんな方にお祝いしていただいて、で家庭のこともそうですけども、もうなんかこう自分たちが幸せだけじゃなくて、なんかこう世の中の皆さんがこう幸せになるような家庭や育児、そんなことができたらいいなというふうにますます襟を垂らす思いでございます。これからもですね、いろいろと父親としても仕事としてもいろいろと頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。頑張っていきます。ありがとうございました。キッズ部門受賞者はリンアンちゃんです。どうぞステージにお越しくださいませ。2011年生まれの一卵性ソーセージ、リンアンちゃんは現在幼稚園の年中さんです。3歳の頃からパッツン前髪とメガネがトレードマークのお二人はお揃いのコーディネートをインスタグラムにて公開中。フォロワー数はなんと54万人以上だそうです。アンナちゃん、今日は素敵な賞をもらいました。気持ちはどうですか？楽しかったです。かわいい。そうだね、これからもたくさんのお写真撮って私たちを嬉しくさせてください。よろしくお願いいたします。文化部門受賞者はミキママさんです。どうぞステージにお越しください。夫と二人のわんぱく息子と愛する娘さんの5人家族の主婦であるミキママさん、おうち料理研究家としてもテレビや雑誌と幅広く活躍をされており、特にブログ藤原家の毎日ご飯の節約レシピが好評で1日平均120万 PV 以上を誇っていらっしゃいます。時短簡単節約豪華の料理研究家をしておりますミキママです。はじめまして。こんなたくさんの人に見られてすごい緊張するんですけど、
本当にこの賞をいただけたのは本当子供私たちの私の子供のおかげだと思ってます。もう子供のおかげで簡単で早い料理がたくさん生まれたので本当に家族に感謝したいです。ありがとうございます。ママ部門受賞者は後藤真希さんです。13歳でモーニング娘。に加入、デビューからセンターポジションを務め大人気アイドルグループを牽引する存在として一躍スターとなった後藤真希さん。卒業後はアーティストとしてソロ活動を開始、昨年12月に第1子女子を出産され、現在第2子を妊娠中でいらっしゃいます。またモデル、タレントとして活動の幅を広げていらっしゃいます。レシピ本後藤真希の満足おうちご飯が大ヒットし、ビューティーライフスタイルを綴った SNS が同世代女性から大人気でいらっしゃいます。ママになっても大変華麗な方でいらっしゃいますね。